イーグルデン・ジュンダパン、第8代、第11代 WBC 世界ミニマム級王者、イーグルデン・ジュンダパンは、タイ王国、ピチット県出身の元プロボクサー。本名はデン・ジュンダパン。元 WBC 世界ミニマム級王者、元カドエビ宝石事務所属。1978年12月4日、タイ王国、ピチット県バーンブンラーで9人兄弟姉妹の8番目として、生まれる。 1994年、16歳で、タンマサート大学でアマチュアボクシングを始めた。1995年、17歳でアマジアイにデビュー。リングネームは、デーン・ポーティアンファー。2000年1月19日、名門、チタラダジムより、プロデビュー。リングネームは、デーン・ソーチャトロン。タイでのプロ戦績は5戦5勝2個。2001年8月4日、 カドエビ宝石事務所属選手としてデビュー。後の世界王者、アライダと対戦し、引き分けた経験を持つ推し、金ンツトムと対戦、初回小勝ち。2002年1月5日、プロ2戦目で、東洋ランカーで、元 IBF 世界ミニマム級王者のニコトをマスと、対戦、3回以降勝利を収めアップ部不東洋太平洋、ランキング2位にランクされた。 2002年6月1日、韓国ミニマム級王者の超級シュート10回戦で、対戦、全ラウンドでポイントを落とさずに戦い切り3から0の判定勝利で、WBA 世界14位にランクされた。2002年8月26日、埼玉スーパーアリーナにて、マルコムツニアカオの兄で、WBC 世界4位のノエルツニアカオと、対戦、3から0の判定勝ちで、 世界ランクをもう一段階アップさせた。2003年2月10日、ファビオ・マルファと対戦、8回 TKO 勝ちを収め、同年3月には第一子が誕生し、5月15日はスポンサーが付き、リングネームをイーグル赤倉に解消。2003年6月7日、世界全勝戦として、エルマー・ゲホンを相手にノンタイトル8回戦として試合を行い、 3から0の判定勝利で、世界挑戦への弾みをつけた。2004年1月10日、プロ12戦目で世界初挑戦。ホセアントニオ・アギーレを12回判定で下し、悲願の世界チャンピオンに輝き WBC、世界ミニマム級王座を獲得した。2004年4月、共和建物がスポンサーとなり、リングネームをイーグル共和に変更。同時に、スポンサーからマンションを送られ、 埼玉県川口市に転居した。2004年6月28日、横浜アリーナにて、WBC 世界5位、WBA 世界11位の小熊サ,サトルと、対戦し 8R 不詳判定に下し、初防衛に成功した。10月1日、第2子誕生。2004年12月18日、イサック・ブストスを相手に2度目の防衛戦。ブストスは試合前には、 前王者のアギ入れなどとスパーリングを行い、対策を練っていた。試合は3回に、イーグルが右肩を負傷し、続く4回に試合を棄権し、無念の TKO 負けで、世界王座陥落となった。試合後の検査で、右肩甲骨関節下骨折と診断された。2005年8月6日、負傷休養明けの復帰第一戦で、世界再挑戦。4月に、ブストスを下して、 WBC 世界ムニマム級王者となった高山勝成に挑み、12回判定勝ち、大坂入崎に成功した。2006年1月9日、神奈川県横浜市西区港未来にあるパシフィコ、横浜にて中島県と対戦し、7木子に下し、初防衛に成功した。2006年5月6日、高楽園ホールにて22戦全勝で、 世界ランク1位のロデルマヨールと指名試合を行い、3から0の判定で下し、2度目の防衛に成功した。2006年11月13日、日本武道館にて同級4位のロレンソトレホと3度目の防衛戦を戦い、3回中盤にダウンを奪うなど、最先のいいスタートを切るが、6回には2度のダウンを奪われ、逆境に立たされるが、なんとか最後まで粘り抜き、 全ジャッジが1点差をつけてのユナニマスディシジョンで、白表の判定勝ちで3度目の防衛に成功した。2007年6月4日、当時プロ7戦目での史上最短世界ダッシュ記録樹立に挑む八重樫、あずと防衛戦を行い、2回に偶然のバッティングで八重樫が顎関節骨折をするアクシデントもあったが、終始挑戦者を圧倒し3から0の 判定勝ちで4度目の防衛に成功した。この試合後、今日は建物とのスポンサー契約を解消し転居した。2007年8月27日、リングネームをイングルデン、ジュンラパンに解消。2007年11月29日、同国人のオーレイドン・シスサマーチャイと対戦。ラーマ9世の誕生祝賀の一環として行われた、試合で0から3の 判定負けで5度目の防衛に失敗し王座から陥落。2008年9月25日、元室が発覚し、母国隊に帰国。日本ボクシングコミッションに引退届を提出し、現役を引退した。自身が語る理想のボクシングは打ち合いをするよりは、パンチをもらわない。さらにスピードやパンチの強弱があるテクニカルなボクシング。さらには、ボクシングとは、ただの殴り合いとは違う。 芸術性のあるスポーツだといいリカルド・ロペスやシュガー・レイ、レナードなどの戦い方を参考にしていることを明かした。2004年に母国タイで行われた国際エイズ会議でエイズの現状を知ったイーグルはタイの母校で子供たちにエイズの話をしたり日本エイズストップ基金協力委員となり日本でも募金活動に積極的に協力している。ありがとうございます。